石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふん、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔からね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。あ、おい、てめえ、なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け歴だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちが、どっち？マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第1条は何だった？知るか、バカ野郎。名前覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。OK、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸クソ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。あぶねえ。ちっ、しつこいな。石尾だ、おやっさんの仇、やつだけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。よし、行くぞ。ザリゴンか、ザコが。こいつに決めた。デリバリーよろしく。あ、出るぞ。遊んでくんないか。では返しや。やってみろ。ほら来いよ。しんどいな。
私の番です。避けられるかな。やめんなよ。危ねえな。ビア！一緒にだ。行くぜ。さあって。ダメだよ。外さないよ。ほらやるぜ。とっておきだ。痛い目に合わせますよ。やっちゃえ。よっしゃ行くぞ。殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ。極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。そういうもんなのかね。何にせよあの切れた石尾田は厄介で、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。私の番です。くらえ。避けられるか。私が相手です。見せてやるよ。どうするかね。やってやろう。なめないで。手加減なしだ。なめんなよ。さて。せーれや。外さないよ。やるか。てめえ、やってきなさい。私の番ね。見てなさい。サンキュー、サンキュー。私の番ね。避けられるか。やるか。俺の番だな。とっておきだ。私が相手だ。俺の番か。行くぜ。で、動いてくれる。よし、かかってきなさい。ありがとう。ありがとうございます。さて、ほら来いよ。外さないよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。じゃあこれ、ほら、どうするかね。やってやろう。では手加減なしだ。よし、楽勝だ。へへ、強くなった気がするぜ。やった。終わりだぜ、石尾だ。
沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。じいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。